こんにちは、アリチンチャンネルです。今回ですね、ホットウィルプレミアムの Nissan Z Pro と Nissan フィアラリーセットをのセットを紹介したいと思います。はい、じゃじゃーん、おー、ホットウィルプレミアムですね。おー、はい、今回は Nissan Z プロトタイプのプロトと Nissan フィアラリーセットです。おー、いいですね。はい、じゃじゃーん、かっこいいスポーツカーですいいですね、Nissan Z プロトと Nissan フィアラリーセットですね。はい、おあ、2台セットですね。全部黄色です。いいですね、フィアレディの黄色タイプ、かわいい。日産のスポーツカーです。スタを行ってます。お、後でレビューします。はい、輸入品です。おホットウィルプレミアムです。はい、今回はこのセットですね、日産 Z プロトと日産フィアレディです。あ、輸入品です。はい、ということで、ではじゃあ早速開けましょう。はい、ではじゃあ取り出しますね。おお、硬い。はい、あ、はい、おー、Nissan Z プロトタイプと Nissan フィアレディです。はい、じゃあこっちから行きましょう。おお、Nissan Z プロトタイプです。かっこいいですね。はい、このこのプロトタイプは2020年9月26日に、公開されたタイプですね。おオンラインで、まあ、まだその時コロナが流行ってるからオンラインで、公開されたんです。おかっこいいですね、ニッサン。おフィアレリセット。おこのプロトタイプです。はい、下はホットウィルですね。おでその後は、2020年にその量産車の Z34 型が発売されましたですね。おー、3リッターの、まあ、2900cc のエンジンが積んでいます。おお、いいですね、かっこいい。はい、はい、もう、はい、もう1台はこっちです。じゃじゃーん、おー、これ古い日産フィアレディですね。おそらくですね、この目の形、ヘッドライトの形だと、初代の S30 型または、2代目の S130 型ですね。おー、本当にレーシングカーでいろいろ書かれてますね。おー、アルミホイールもいいですね。これも多分、カスタムされた。おー、このタイヤも結構大きめですね。おー、こっちも。てます。はい、いいですね。はい、お、はい、総代型のS30 型または2代目の S130 型のフィアレディですね。お、この目がいいですね。あの、ちょっとクラシックポルシェを思い出してこの目も丸い、お、形で、はい、綺麗です。はい、下は、おー、エンジンの模様が描かれてますね、ホットウィルで。おー、はい、かっこいい。はい、レーシング、スポーツカーです、日産の。はい、じゃあ、フリー、初代、または2代目と、あと最新型の、はい、フィアレディですね、さすが。アルミホイルも綺麗です。おー、もちろん走らせますね。はい、かっこいい。はい、スポーツカーです。では、じゃあ今からターンテーブルで展示します。ホットウィルのプレミアムの Nissan Z プロトと Nissan フィアラリー Z です。おー、かっこいい。はい、2台セットのスポーツカーですね。おー、はい、片方は最新型のフィアラリーです。片方はもう初代のフィアラリーです。では今からプチジラまで展示します。はい、サーフィスエリアの
プチジラマです。お今日産 Z プロトと日産フィアレディ Z の方が今ドライブ中ですちょっとサービスエリアで休憩。いいですね、かっこいいスポーツ形です。以上です。アリチンちゃんでした。今回はホットウィルプレミアムの日産 Z プロと日産フィアレディ Z を紹介しました。はい、じゃじゃーん。おー、ホットウィルプレミアムですね。のシリーズ。おー、今回は日産 Z プロとです。と、お、あと日産フィアレディ Z です。かっこいいスポーツ形です。はい、では、おー、日産 Z プロとです。おー、2020年。9月16日に公開された、最新型のフィアレディのプロトタイプですね。はい、量産車は2022年に発売されたものです。おー、かっこいい、はい、おー、現代風ですね。おー、この感じでいいですね。かっこいいスポーツカーです。はい、もう一つは、おー、はい、日産フィアレディの壮大型S30 型または2代目の S130 ですね。この、はい、ヘッドライトの形がそうの感じです。おー、これレーシングカーとして、まあ、カスタムされたんですね。おー、ちゃんとチームの名前も乗ってます。おー、いいですね、かっこいい。おー、あとハルミのホイールがすごいタイヤが大きめにです、ね、出てますね。こっちもカスタムされたものです。はい、かっこいいです。本当にレーシングカーです。はい、おー、で今回は日産 Z プロトと日産フィアレディ Z です。では、はい、チャンネル登録お願いします。またね、バイバイ。